火災沖開発事業。火災沖開発事業とは、1972年、昭和47年から2004年、平成16年まで行われた、東京都建設局による火災沖の埋め立て、開発事業である、土地区画整理事業と関連事業が行われ、江戸川区政新町と臨海町が造成され、火災臨海公園などが整備された。火災沖開発事業は、 大規模なウォーターフロント開発の成功例である。開発対象は約380ヘクタールで、東京臨海副都心開発事業の442ヘクタールに迫る規模となった。事業は以下のような特徴があった。また、この事業の成功により、京葉線、放射16号、環状7号線、東京湾岸道路の建設が可能になったことは、社会的意義が大きい。 土地区画整理事業として、土地区画整理、埋め立て事業、道路事業、公園、緑地計画が行われた。公共基盤関係投資額789億円、総事業費は927億に600万円である。土地区画整理は379.87ヘクタールで行われた。地盤沈下により水没した民有地が存在するため、 海面下にある土地を埋め立てて、区画整理を行うという前例のない事業だった。水没民有地は、小島町一丁目や日田一丁目、二丁目、加西二丁目、堀江町、上、しじみ島町、下しじみ島町、しじみ島に存在し、海岸堤防の外に広がっていた。通常の区画整理と異なり、測量の難しい海面下の土地を、寒地設計。 張り勘地指定しなければならず、埋め立て前後の地下の算定など難しい作業が必要だった。またこの他にも、漁業保障や民間の開発会社の埋め立て券、砂鉄の採掘券、千葉県との都県境の確定など、複雑な権利関係の調整が行われた。投資額は273億円である。埋め立て事業は348ヘクタールで行われ、 約半分の178ヘクタールは水没民有地だった。1972年、昭和47年に第1工区、新砂根川江北、第2工区、新砂根川湾岸道路、第3工区、湾岸道路以南のすべての工区で工事が始まった。第3工区が完成したのは15年後の1987年、昭和62年である。 埋め立てには2500万立方メートルの春節度と陸上度、建設残土が割れた。投資額は317億円である。道路事業では幹線道路のほか、区画道路、コミュニティ道路、緑道、自転車道が作られた。補助140号線、船堀街道、補助289号線、補助290号線、火災中央通り、補助291号線、 遊歩道、補助292号線、左近通りなどである。公園、緑地としては、自然保護と回復のために、火災臨海公園が作られた。投資額は199億円である。関連事業として、住宅建設事業、流通センター建設事業、公園施設の整備のほか、火災下水処理場、火災臨海公園駅の建設などが行われた。 住宅建設事業では、火災クリーンタウンなど大規模な集合住宅の建設が行われた。当時は、まだ珍しかった23階建ての超高層マンションが作られ、7244戸が供給された。流通センター建設事業では、火災流通センター、東部流通業務団地が建設された。火災地区は、開発事業により交通の要所となり、 環状7号線と東京湾岸道路が交差し、火災ジャンクションにより首都高速道路の湾岸線と中央環状線が結ばれた。そのため、東京都中央卸売市場火災市場、火災トラックターミナルが設けられ、東京団地倉庫、ワールド流通共同組合、中古車卸売事業共同組合、江戸川運輸施設共同組合などの業務施設が作られた。 公園施設の整備では、火災臨海水族園や、鳥類園が建設され、新砂根川浸水公園や、総合レクリエーション公園が整備された。火災下水処理場には、1232億円が、費やされた。火災置き開発事業は、土地区画整理と都市施設整備、関連事業を一体として考え同時に行った点に、特徴があり、都市景観100000や平成5年度、 町づくり月間建設大臣賞を受賞した。都市景観としてはなどに特徴がある。火災置き開発事業は東京都の特別会計事業である。火災置き開発事業会計が設けられたが、バブル景気による地価上昇の恩恵を受け、事業費のほとんど86%を、保留地16%の処分によりうことができた。 火災を機開発事業の総投資額は5,940億円で、内訳は、公共基盤関係投資額789億円、公共施設関係投資額1,568億円、民間建設投資額3,583億円だった。バブル景気の崩壊前に工事は完了したため、大きな痛手を受けることはなかった。対象から昭和にかけて、 荒川放水路の掘削事業が行われ、これに合わせて、火災沖でも数度にわたり、官民による埋め立て開発計画が立てられたが、実現しなかった。第二次大戦後、戦後復興や高度経済成長に伴い、火災地区や火災沖を通過する鉄道や道路が計画された。一方で、江戸前のハゼを守る会や日本野町の会などが、 火災沖にある三枚椅子などの干潟の保全を唱えて、事業化反対を訴えていたが、徐々に火災沖を含めた火災地区全体の環境悪化が顕著になってきていた。海水汚染による漁業の衰退やゴミの不法投棄、とりわけ火災沖の地盤沈下は深刻で、178ヘクタールの民有地が水没する被害が出ていたことが事業家のきっかけとなった。事業は、 東京都が主導し、広域的な都市計画の観点で、自然環境をなるべく壊さないとの配慮がなされた。当初想定されたゾーニングに従った、利用計画が進んでいないことが挙げられる。17街区から22街区、臨海町1丁目、2丁目若火災置き、開発要項では、他の地域での再開発による、移転地、都市再開発用地として確保され、 純工業地域としての利用が想定されていた。しかし実際には公務員住宅などが建てられ、ゾーニングが崩れている。佐近川と下水処理場の間にある17外区と18外区の一部は、1989年、平成元年に火災作業拠点として利用することが決まり、2002年、平成14年には東京臨海病院が開院したが、 周辺地域は現在でも入居がなく、さらちとなっている。2009年、平成21年には、スーパーアーレン系大学院の建設計画が持ち上がったが、2012年現在までに着工は、されていない。22外区には、ロッテワールド東京が建設を計画していたが、江戸川対岸の東京ディズニーランド及び、東京ディズニーシーの開業が競合となり、計画が頓挫。 1999年、平成11年には再開発計画、再開発等速進化が建てられ、誘致にも積極的になったが、建設計画は凍結された。用地には、ロッテ資本により規模を縮小して、ゴルフ練習場が建設された。火災臨海公園は、規制優先から利用優先へ、方針転換がなされ、大観覧車が設置されたり、 2016年東京オリンピック構想の競技施設の建設候補地にもなった。2012年東京都により公園に隣接する火災水再生センター用地が福島第一原子力発電所事故による電力不足を補うための天然ガス火力発電所の建設候補地として検討中とされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。